ゲーム前、今日はバースデーのミキ選手が声出し、そしてマリンズホワイトアウトということで白いボードをファンの皆さんが掲げての応援でした。ホークス先発千賀からまず1回の裏、マーティンが一撃、これ完璧でしたね。そうですね、上段まで持っていきました。第27号ソロホームランでマリンズ1点先制。マリンズの先発美馬、立ち上がりは3人で抑えたんですが、2回エチェバリアのエラーをきっかけに牧原ヒットの後、甲斐ライト前へタイムリーヒット。ここからホークス打線が止まらなくなります。いやいやいや、大変ですよ。はい、まあ、一つゲーム中解説の中でも言われてましたが、はい、やはりそのもう少しこう幅広く攻めていればというところもあったかもしれませんね。そうですね、まあ、結果のなんですけど、はい、やっぱり三輪選手のピッチングってやっぱりインコースついて外に逃げてとか、横の幅をうまく使うピッチャーなんですよね。リチャード犠牲フライの後、柳町タイムリーツーベース。ツーアウトにはなってるんですが、ホークス打線が畳みかけていきます。三森もタイムリーヒット。この後鎌本にもヒットが出てツーアウト二塁一塁。栗原、うまいバッティング。これうまかったですよね。フォークを狙い打ったかのようなバッティングになりました。2点タイムリーツーベース、これで6点目。さらにピッチャーが変わります。今は39球ノックアウト。2人目の岩下から4番のデスパイネも打ちます。7点目が入ります。2回の表ホークスが一気に7点のビッグイニングになりました。3回、柳町にプロ初ホームラン。逆方向ですからね。そうですね、まあ、風も多少ありましたけど、まあ、それでもしっかり打ちましたよね。嬉しいプロ初ホームランになりました。4回のホークス、鎌本ツーベースの後栗原にも一発が出ます。左中間へ第21号のツーランホームラン。そして5回のマリンズ、安田が千賀からヒット。いいバッティングでしたね。これいいバッティングでしたね。この後岡ツーベース、ノーアウト三塁二塁となって藤岡です。センターの左へ2点タイムリーヒット。マリンズが2点を返します。しかし中村の打球、リチャードが好プレー。6回、松田がツーベースを打って中村晃、これもうまいバッティングでした。うまく打ちましたね。インローのスライダー、すくい上げてのツーランホームラン。そしてホークス先発、2桁勝利を狙う千賀は6回まで投げました。3点が失いました。そして調子は良くなかったという本人のコメントもありましたが、6回3安打というピッチング。これは7回です。マウンド上は東。ワンアウト満塁で栗原、レフトへの犠牲フライ。さらに追加点を取っていくホークスです。そしてホークスはなんと2人目が石川修太でした。その石川から佐藤俊也の一発、これ本人にとっても大きいですよね。大きいですよね。3打席目ですかね今日もね。はい、8回です。マウンドには田中康弘。ワンアウト二塁で海野、
嬉しいプロ初ヒットがタイムリーツーベースになりました。もうホークス打線が止まりません。そしてリチャードにもタイムリーヒットが生まれます。ホークスが8回にも2点を加えます。そして8回の裏です。ピッチャーカイノに対してランナー1人置いてレアード、これも完璧。完璧ですね、はい、2試合連発です。レアードにツーランホームランが出ました。9回、ホークスはマウンドにバンドを送ります。山口のサードゴロだったんですが、サード高田が悪送球、ツーベースで出ていた中村が帰ってきてマリーンズが1点を返しますが、ここまで最後はレアードが三振で試合終了。15対7、工藤監督ラストゲーム見事に大勝で飾っています。そして先発の千賀は6年連続の2桁勝利となりました。はい、という今日のゲームでした。なんかスコアを見ると大変な試合でした。